長田区役所に押しかける朝鮮人暴と棍棒で武装している。長田区役所襲撃事件とは、1950年11月20日から11月27日にかけて兵庫県神戸市長田区で発生した在日朝鮮人による公安事件。第一、神戸事件に続く、神戸で起きた第二の騒乱事件という意味から第二、神戸事件とも言う。 1949年から始まったドッジラインによりデフレーションが進行し失業や倒産が相次いだ。在日朝鮮人も例外でなく失業者が激増した。こうした状況の下で朝鮮人は朝鮮人生活用語闘争を展開、地方税の減免や生活保護の適用を求めるために各地の役所に押しかけるようになった。 1950年11月20日午後1時、約200人の朝鮮人が神戸市長田区役所に押しかけた。要求は市民税免除と生活保護の徹底である。しかし区長がこれを認めなかったため、区長を軟禁状態にして騒ぎ出した。神戸市警察は直ちに出動、30人が逮捕された。11月24日午前11時。 約300人の朝鮮人が再度長田区役所に押しかけ、区長との面談を要求した。区長が拒否したため、朝鮮人たちは区役所に乱入し、窓ガラス等を破壊した上、出動した警察官に対しても暴力を振るったため、不退巨罪の現行犯として26人が逮捕された。十一月十七日朝、十四日に逮捕された仲間の奪還などを求め、 姫路市、明石市、尼崎市などから約600人の朝鮮人が神戸に向かっているとの情報が警察にもたらされた。警察は、交互非常召集を発令、神戸市警察及び国家警察兵庫県本部の警官約3000人に待機命令をかけた。長田区にある西神戸朝鮮人学校に、神戸市在住の者も含め、約1000人の朝鮮人が集結。 祖国統一決起大会を開催し、投石用の石や梱包を用意するなど、不穏な情勢となったため、正午頃に解散を命じたが、犬目、殺してやる、貴様党人民裁判にかけてやると暴言を吐いて、命令を無視午後3時20分頃には、学校から出て、デモ行進を始めた。ついに警察は、神戸市電港川大橋停留場付近で検挙を開始したが、 デモ隊は激しく抵抗し、約60人が逮捕された。その残党は新港川沿いに北上、長田区役所や長田税務署を襲い、窓ガラスを割れるなどした。最終的に179人が逮捕された。神戸地方検察庁は、騒乱罪、公務執行妨害罪、占領目的阻害行為処罰例違反で、合計118人を起訴した。裁判の結果、 騒乱罪と占領目的疎外行為処罰令違反の成立は認めず、17人についての見込む執行妨害罪等で有罪となった。ありがとうございます。